が現れたことで主食徳川連合の誤解は評解し、織田勢力との戦いは平和的に解決した。奪起の狙いは何なのか、そして偽の脅威の正体とは。しかし思案を巡らせる猶予もなく、立て続けに起こる騒乱、その不自然さに裏で糸を引く者の存在を感じながらも、魏軍の先鋒はすでに我が軍に対し攻撃を始めています。理由はどうあれ戦いは避けられない。それならこの修羅場を楽しみ。本来魏軍と争う理由などないのですが、やむを得ませんね。この乱に奪起の思惑が隠されているのなら、戦いの中で何かわかるかもしれません。新たな地獄の幕は。こちらを犯しておいて白を切るなんて、不埒な織田の軍、許しませんわ。キャプテン、前線の指揮を頼む。俺は作戦の準備を整えた。ええ、ミツナリ殿、よろしくお願いします。私が行こう。やはり魏軍は誤解している。裏でダッキーが動いているのでしょうか。あんまり考えるのは後にしたらどう。もう敵は目の前まで来てるわよ。教授よ、ゾウ。もろい、次は軍師を撃て。おい、仕事にお任せ。まだやられるわけにはいかないよ。その戦ぶり手本といたします。この過ちにまだ気づかぬか。それなりに時間は稼げたかな。うん、腕へ強く、まずは広し。この勝家、最後までお供をつかまつらん。差し上げますわ。時間が稼げたようですね。ではこの中にお任せしますわ。今だ、敵本陣に攻めかかれ。これ以上は進ませません。今だ、手
手薄となった敵本陣を突くぞ。本陣が狙われています。小賢しい真似を。本陣を守れ。よこそ天下無双第六天魔王なるぞ。今回はこちらが折れてやる。次に攻めきた時は容赦せんぞ。あれ、宗師さんたちやられちゃったの？大激戦になるかと思ったのに。残念。でもまだ終わりじゃないんだな。あなたの力を貸してね、信長さん。きかみきつめか。いい感じに力が集まったかも。じゃあ私はこれで退散。やはりだ。しかし信長様の偽物の正体は不明のまま。ダッキが化けたのでなければ一体ダッキは逃げてしまったようです。あの信長様はあれの目を見ても何も感じなかったわ。あなたとはで、しかし見た目は信長様そのもの。騙される者がいても不思議。ダッキはあのような力をどうやって。わかりませんが、ダッキを放置すれば同じような騒乱を招くことは。ダッキはまだ近くにいるかもしれません。探してみましょう。白くなりそうね。そこで何をしているのです。あらら、お邪魔虫。わらわに任せよ。さらばじゃ。やるわねお見事でした。してのけたか。
見事なお手前。